復習しなくていいよ、今日。そう、すっぴん。なんか私さ、ショールームやらなすぎて。やばい。みんな元気だった？この間お話し会があって、でその前はなんかコロナの濃厚接触になっちゃったんだけど、全然もうめちゃめちゃ元気でした。昨日のお話し会最終日だったからなんか取れなかった人が多かったみたいで、いつもより少なくて寂しかった。昨日お話し会でどのケーキ食べたの？見せるね。昨日お話し会にラリュレのね、ケーキがあって、めっちゃ美味しかった。確かにこうやってショーケースがねあったんですけど、私はこれを食べた。単品で撮ってなかったからちょっとアップにして、これは蜂蜜のミルフィーユみたいなやつ、なんかこういういちごのカラフルなやつも美味しそうだなって思ったんだけど、私なんかフルーツとスイーツ系の甘いのを、あ、すごい モンブランを送ってくれた。ギフトありがとう。お弁当は叙々苑だった。うなぎもあったみたいなんだけど、私はうなぎ、私なくて、私がね見た時は。で叙々苑にした。一人一個でしょ 分かんない、2個食べた人いるか。私はケーキとか最近甘ったるくて食べれなくて、最終日だから豪華だったみたこれみんな 送ってくれてるギフトありがとう。アイロンの近くに目薬置いてたらめっちゃ焼けてる、危な。最近ね、今日部屋をさっきまで掃除してて、そう、波動出るんですよ。波動来て、みんな20日北海道イベントも来てほしいし、10月はたくさんみんなに会えそうだね。でも生誕祭が11月以降になりそうで、なんかみんな8でやりたいみたいでね。プレミアリーグ、どういうこと？バチコイの再放送も見てる。お、嬉しい。最近ね、目の充血ひどいから眼科に行ったんだよね。薬は。
眼科用の。モルスルを刺しております。今からまた掃除する。メイクしたままでやろうかなと思ったんだけど、あ、今日メイクしてなかったわ。メイクしたままでやろうかなと思ったんだけど、メイクしてなかった。タイヤ来たよ、嬉しい。すごい、みんなからのね、お手紙めっちゃ前だけど、この間の、一番最後に出た劇場公演でプレゼントとかお手紙またもらって読みました。ありがとう。嬉しい限りです。また送ります。やった、嬉しい。コンサートに向けてお勉強頑張ってます。何のお勉強？便箋ミニサイズすぎて申し訳なかった。かわいい、かわいかった。サンリオのありがとう。ちゃんとお手紙ボックスにしまった。すごいね、なんか段ボールってさ超溜まってくんだよね。オイラのもあった、あったよ、見たよ。ダンボールのゴミ多すぎて、結構通販でいろいろ頼むからダンボールのゴミが多すぎて、みんなどうやって捨ててんのと思って、どんどん溜まってきて、うん、今からちょっと整頓する。あー、爪がこんなに剥がれた。手紙全部取っといてあるの、当たり前やん。よく毎回くれるファンの人はこうなんか分けて入れている。そのファンの人、レター、こういうなんか厚いレターセットみたいなケースに仕切りになってからなんとかさんみたいな感じ。あ、前見したことあるよね、何年か。それも一人暮らしのお家に持ってきて入れてます。意外とね。意外となんか大雑把に見えてちょっとやってるんよ、そういうの。変なとこ細かい。段ボールは貯めるものじゃないからポイポイしましょう。する。そう、都会には段ボールステーションないんよね。この間実家に帰ってさ、もう本当にチョコクロが可愛すぎて
ワンちゃん、実家で飼ってるダックス2匹。もうね、超お家に慣れてて、私がこう行っても触っても、昔はちょっと逃げたんだけど、やっぱり私のこと分かってたみたいで、来らなかった。覚えててくれたんだ。やば、今日爪切ろう。お散歩も行った、パパと弟と私と2匹。ママはご飯作ってたそうで。ついにやっとお話し会取ったよ。嬉しい、ありがとう。みんなもお話し会取ってくれたかな。僕らのお姉さんって思ってるかな。いや、多分このたまに来るこのお姉ちゃん、なんかやけにご飯くれるな。このお姉ちゃんにずっとついてたら絶対ご飯くれる、ご飯くれるお姉ちゃんって思ってそう。 なんかでもパパは絶対ご飯あげないから、犬のご飯あげるんだけど、この食卓で食べてる時になんか食べたいアピールするから、ママが開けちゃうの、ちょっとね、こうちっちゃくして。パパは絶対ダメって言ってあげないから、あんまり犬が寄ってこないんだけど、パパにはご飯食べてる時はね。それ以外はすごいパパのことが一番好きなんだけど、全然寄ってこないから、もうご飯の時はもう私タイムなのよ。でママがあげるか、ママのとこ来るんだけど、今回ママより私がやってたから、ご飯の時はだけもうめっちゃ可愛かったんだよね、本当に。でもさ、生誕祭さ、チーム B でやったら怒る？なんかチーム B でもいい気がしてきちゃった。あ、すごい。なんかでもすごい、私のファンの人、お話し会もそれ相談したら、いやー、エイトがいいってみんな言ってた。なんか私が言うことに対してみんなノーとか言わない。私のファンの人はなんか私が言ったことに対して、ってなんかすごい逆らってこないんだけど、なんか すごい申し訳なさそうに、いや、雫がいいみたいな感じで言ってて、みんな雫がいいんだ。すごい、生誕祭楽しみ。
やっぱ雫がいいんだ。ちょっと歌練習するわ。そうだよね、みんな私をチーム8から入ってくれたもんね。そしてチーム K の兼任で、そしてチーム B。 最近すごいチーム B の泥あけですごい女の子のファンが増えて、なんだろう、泥あけに女の子が来る確率が高いのかな、たま、それとも私が女の子のファンがつきやすくなったのかちょっとわかんないけど、どっちにしろ嬉しいんだけど、すごい女の子のねファンがねできたから。もっとね、磨こうと思った自分を。マイペースなりに。でも女のファン、みんな私のどこを好きなのかな？ あ、おじさまもお兄さまも答えてください。あ、ぜひ女の子の意見も、同性の。女の子の意見めちゃめちゃ聞きたい。めっちゃ嬉しいのよ。なんか男の人に使えるのももちろん嬉しいんだけど、やっぱ女の子って憧れみたいなとこがあって好きになるじゃん。ん、どこが好きなの？パフォーマンス。顔面。顔面。ダンス綺麗。ダイヤにしかないとか、みんななんか細かいこと言わないんだね。大雑把。所作。所作。茶道部じゃないんだけど。可愛いし、ダンス上手だし。優しいとこ。もう。パーフェクト3拍子ってことですか？可愛いしダンス上手だし、可愛い、楽しいってこと。3拍子揃っちゃって、もありがとうございます。いろいろあるな、いろいろ教えて、何個でも教えて。調子に乗っちゃうから、ん？調子に乗りたいから教えて。 今だけね、ここだけで収めるから、自己肯定感上げてかないと。やっぱ声が好き。私自分の声嫌いなんだよな。押しててよかったと思ってくれる。しかも今日一人カラオケ行ったのね。声がちょっと枯れちゃった。 存在が可愛すぎて憧れる。もう本当にそれは嬉しすぎる。可愛いのに面白いし好きだし嬉しい。結構ふわんとしてるとこ。いや、結構ふわんとしてるよね。胸元が綺麗だよ。うん、胸元ね、やっぱ女性ですからね、褒められて嬉しいです。女子力高い。まあそりゃ高くいないと。高くいたい。なんか嬉しいことをさらっとみんなを驚かせること。ちょっとおど驚かせるのは好きだから。ダンス綺麗、可愛いのに変顔とかしてくれるし。変顔もしません。 とか言って番組とかでやっちゃったしな。
パントマイムも B ちゃんも全力でやってるところが好き。全力？全力左友ってこと？ めちゃくちゃ優しくて面白くて、あと服のセンスが好きです。服か、なんかでも服さ、なんか自分って何が好きなんだろうって最近ちょっと冷静に考えてみたね。なんか服好きだなって思った。以上 以上。だからなんか最近女の子のファンも増えたし、なんかやっぱりファッションショーはやるべきだなって思うんですけども、やろうやろう言って1ヶ月は経ってしまって、どうしようっていう、今日やろうかなと思ったんだけど、久々にちょっとなんかまったりできるから、メイクちょっとしたくないなと思って。スイッチ入った時の頑張りは本当にすごいと思うし、尊敬する。そう、私オンとオフ激しいのよ。実は面白いところとか、面白いとこどこですか？ マンホーの声と似てる？今日も映像倉庫でセンシュアリティの初日見てたけど、先輩方に負けてない？そうかな。いやー、またセンシュアリティ復活したいけど先輩たちがいないよね。ルックス特徴的、なんかよく AKB っぽくないって言われる。なんか可愛げをちょっともっと増やしたいの。アイドルっぽくなりたいの。いつの間にか好きになってたな。それは私が好きにさせちゃったんです。ごめんね。メンバーから好かれてるとか、メンバーから好かれてんの？私さ、結構さ、最近は人に気使わないから、一人のが気使わないから結構一人行動なんだよね。そうそう、気使わないメンバーっていうか、なんかなんだろう、何でも話せるメンバー、七瀬とかはご飯とか、今日もご飯行ったけど、基本なんか一人で行動するのが楽しくて、サウナ行ったりとか、一人ご飯も最近するし、ラーメンとか、ちょっと一人が好きすぎてね。そう、だから一人だから喋る相手いなすぎて声出さないなと思って、この間家に雲が出たのね。で、雲が出た時に、雲が出る2、3日前から人と喋ってなくて、自分の声を出してなかったのね。電話とかもしなくて。で、雲出た瞬間に「あー」って言った時に、自分の声にびっくりしちゃって、また「あー」って声出しちゃったの。なんか自分声出たみたいな 3日ぶりに声出してびっくりして、クマより自分の声にびっくりして、もう一回「あー」とか言っちゃって、ちょっとそれで一人で爆笑したっていうのが最近の面白かったことです。ということで、もうこんな適当な話してたらこんな時間になっちゃったんで そう、自分にびっくりしちゃってさ。なんでちょっと喋らなすぎるのもダメだなと思って、せめて声は出そうと思って、ちょっと一人カラオケ最近ハマってんの。読みます 1位かもちゃん、2位ノブさん、3位ピーマン、4位ワイマツさん、5位かっちゃん、6位キャプテンアクアさん、7位ナハハンさん、8位ピアノマンさん、9位ドクタータケさん、10位アキラさん、11位ゴーさん、12位プリンさん、13位サトシーさんです。ありがとう。なんかめっちゃ久々になっちゃったんだけど、
もうちょっとで9月。なんかだんだん涼しくなってきたよね。今日はね、ちょっとお買い物とかしてきて、アロマ加湿器買って、ちょっと今日はそれを焚いて寝るのが楽しみです。はい。ということで、来月ね、そう、たくさんイベントあるから、楽しみにしててね。では、こんなすっぴんで ごめんね。多分もう切れます。今から髪乾かします。バイバーイ。また配信する。明日できたらする。バイビー。